着いたね。このサイズがいっぱいいっぱいですね。ただ焼いて食べても全く美味しくないので。うまい。これがメバルで、うまいイサキでしょ。これはどうじゃったんですか。うまい。岩手さん、松茸ですね。今日はもう松茸ご飯にしましょう。食べます。どうなの。これね、松茸もうまいけど、飯がうまい。今日もうまかったです。いい店なんですけど、流行ってほしくないです。いやー、今日はね、久しぶりにだるまにね、予約を入れたんで、行きますよ、だるまに。まあ、オチだけね、鉄火丼のね、予約を入れときましたけどね、好き嫌いが多いんでね、僕はね、食べれるんで、なんでも、大人なんで、僕は入れてないですよ、何も。だから逆にね、何が出るか楽しみなんでね、秋だからサンマでもいいかなとは思ってるんですけどね。魚卵ダメだ。魚卵食えないの？いくら食えないの？大変だね。このね、シアターグリーン通りを行くんですよ。僕は知ってるんですけど。斜めに、ちょっと軽く雨降ってんな。もう降ってるよ。着いたね。おすすめっても前に書いてあるけどさ。この間も全然それ見なかったんだよね。そうだよ。あ、何が入ったかは書いてないんだ。なるほど。飛び子かな。飛び子だ。はい、松葉の味ですね、はい、で真ん中が天然のクジラメになります、はい、あと生き締めの単発と、はい、初物の新イカになります。はい、イカの子供ですね、はい、でお後が新様になっております。ありがとうございます。秋と夏の終わりですね、大将。そういうことですね。イカから食おうかな。イカから食おうかな。あ、イカうめ。イカうめえな。こちらになるので、太いのがいないです。このサイズがいっぱいいっぱいですね。いや、うまい。だから焼いて食べても全く美味しくないので。うまい。うめえ。ですね。そうだよ。油乗ってるね。はい。僕すいません。前に青森行って電車アホみたいに飲んだんで、電車飲んでいいですか。飲んでみようかな。電車ね。あ、うめえ。
いやー今日もね、妻も食っちゃうっていうね、そのゴミのけた方がいいよ。僕一番聞いてるのかよ、説明してる。はい、大尾ビデンになります。大尾ビデン、はい、の純米大吟醸。何でしたっけそれ、大尾ビデン。大尾ビデンっていう日本酒です。どこのやつ。栃木のお酒。栃木の忘れちゃう、うわバカ野郎、忘れちゃうよな、やっぱな。俺がメバルで、お前イサキでしょ。イサキくんですよ。なんで取るんだよお前。あ、そういうことね。変えるのね。はいはい、どう。これメバル？俺はいけるぜって。俺このまま行くよ。喧嘩自慢みたいな感じで、いや、やってきてんのに。あ、でも、いや、見てください。先ね。体動かない。いや、俺もそう。お前の方に飛んじゃった。イサキ。タイマー30秒で、ね、そのまま行きますよ、イサキ。大将、この感じは揚げ物ですね。僕全然食えますよ。いやー、大将、俺このまま食うけどね、これやだね。あー、うまいなこれ。いやこれうまいよ、めっかり。やっていいときは、うん、茶碗蒸しが来ましたよ。いやこれうまそうだな。今飲めてるんだよ。うまい。池袋。いや、そういうことか。でも若子酒とあのサウナ あの原田泰造のやつは人気なんだよ。はい、オーマスね、オーマスね、はい、ありがとうございます。お前ごときに大将考えてるよ。ありがとうございます。僕も、はい、僕は別に大将のなんだお前。海苔をパラ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 とかけて、この醤油をチュ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 とかけて、でこれをスイッとかけて食べるんだよ。そういうこと。で海苔をこれで巻いて、うまい。いくら食えないんだっけ。ビジターの田中さんと並ばないと並走していきてもビジターの田中さん、うん、うめえなこれ。空中殺法やけんすよ。あの要はね、ランチはねラブレーターなんです。分かるような気がします。でディナーがデートなんだよ。だからラブレーターを渡してデートしてほしいの。あ、そうですね。でもデートに来ないの。デートに来ないです。だから困っちゃうんだよ。そういうことですよね。これは松茸ですね。はい、岩手さん松茸ですね。このご飯食べてこいいですね。はい、今日はもう松茸ご飯にしましょう。じゃあ食べます。
どうなの？うまいよ。食べろよ。めちゃめちゃうまいよ。あ、来ました。松茸。マジで、その子で唯一プレイ、マッサケ。ああ、大将ね、これね、マッサケもうまいけど、飯がうまい。飯がうまい。この間、俺、うなぎの時も思ったけど、大将、飯がうめえんだよ。だから、こう、ぐっと来ちゃうんだよな。いや、今日もおちくん食べましたね。うまかったね。今日もうまかったです。今日はね、2人で2万8000円なんで1万4000円ですけど、まあ、マグロも食いましたし、マスタケも食いましたし、まあ、酒もたくさん飲みましたし、そう考えるとやっぱ安いよな。としか言いようがありません。店のあれもいいしね。そう。で、この店、いい店なんですけど、流行ってほしくないです。バレたくない。そう、来てほしくないです。だけど、動画には上げとくので、だけど流行ってほしくないです。来てほしくないです。場所は晒す。場所も一応晒しますけど、来てほしくないです。来てほしくないです。いい店なんでね。でもまあ、最高です。次は11月26日に鍋を食います。で、その前に俺、牡蠣か。で、その前に俺は一人でちょっと食べます。ごちそうさまでした。明日はね、トリフサです。3000円ぐらいですね。腹いっぱい食って。トリフサだったら。だけど3000円のトリフサの満足感と、まあ1万4000円のこのお店の満足感と、まあ例えば一食5万円ぐらい払うお店もあるじゃないですか。だけど、まあそういうことじゃないんですよね。満足感っていうのはね。ごちそうさまでした。帰ります。キャデラック買いたいな。帰ります。